タリスト竹下敦です。今日はね、兼中島さんが、スタジオへ遊びに来てくださいました。いろいろね、勉強になることがあって、私のメモが、とても勉強になったのはね、いくつかあったんですが、まずね、いい加減というのはね、仏教の教えから来ております。苦楽中道、こちらにねテロップ出ると思いますけど、まあ、苦しいこと楽なこと、両方ともね、真ん中の道を行けと、まあ、要するにいい頃合いを見つけろということね、これ非常に勉強になりました。で、兼中島さんね、まあ私ね、中島美嘉さんのね楽曲がとても好きなんです。すごくね、どの楽曲もクオリティが高くて、いいね、作詞家さん作曲家さんが書いた楽曲だと思います。で、中島美嘉さん自体の歌声も、ルックスもね、とても素敵だと思います。ほとんどの中島美嘉さんの曲は私弾けます。はい、これ7ヶ月前なのかな、ヘブン・オン・アースという曲がありまして、これね、中島美嘉さんね、手話の、語を使ってらっしゃるんですか、 PV の中で全く同じものが奇跡的に入手できました。これ歌ってみようかなと思ったんですけど、まあね、いろいろね、権利の問題とかあってわからないんですが、今のところ太田裕美さんの木綿のハンカチーフは問題が起きていないんで大丈夫なのかな、ちょっとその辺の線引きはわからないです。ちょっと一応、誰が作詞で誰が作曲なのか確認してみたいと思いますが、DJ がね、お皿回しながらこういう感じの、もうチャカポコッ、中島美嘉さんがこうやって歌ったらかっこいいだろうなと思ってたら、まあ、そういう曲が出てきました。とてもね、スキンヘッドのかっこいい方がギター弾かれてるんですが、そこにもう一本私のギター弾いてみたんですけど、これその方のギターもね、とっても素敵なんですけど、私のギターも相当にいい感じなんで、機会があったらね、中島美嘉さん、私に曲書かせてください。絶対いい曲書きますから、それぐらいの自信があります。はい、あと全国ツアーは無理ですけど、単発のお仕事ありましたら、私がギター弾くと相当に中島美嘉さんの歌引き立つと思います。まあ多分そのうちそういう機会は回ってくるんだろうな、と思っております。それではね、後ほど兼中島さんのインタビューもね、編集したいと思います。それでは、かっこいいギタリスト竹下敦がお送りしました。 See you soon。